では始めたいと思います。皆さんこんばんは、レクセニコーシ弁理士の納富と申します。今日はですね、もうちょっと短期合格の秘訣ということで、勉強法ですね、そちらの方を中心にお話をさせていただきたいかなと思っています。コースが開講日がまだ春になりますので少しこう先のような、ね、感じがしてるかもしれませんが、来期向けのコースも実際お申し込みを結構受けていまして、先取り受講という形で今ちょうど走ってるコースをウェブで聞いて、開講日には新しい、ね、その生クラスでっていう形でその合流っていうのはおかしいかな、開講日までの間のこうつなぎみたいな形で今受講されている方ももういらっしゃいますので、なのでちょっと勉強法にですね、もう今日は踏み込んでお話をしようかなと思っています。で今日おそらく初めましてということになるかと思いますので、ちょっと簡単に私の経歴というかプロフィールですね、お話ししておきたいと思います。私は大学を出てもずっとこの知財業界でしか仕事をしたことがなくてですね、もう、この知財の世界に入って、25年ぐらいになりますかね、になります。ですからもうかなりそのなんていうかこの業界では割と古いんですけれども、逆に他の業界を知らないのでちょっとそういう意味ではそんなに社会人としてですねいろんな経験をしているわけではないんですが、まずその大学を卒業して入ったのがゲーム会社で、でそのゲーム会社の知財部に配属されたところから、この知財の仕事に入ったんですね。でもともと法学部でもなく開発者でもなかったので、あんまりその知財に関してそのなんていうかもともと何か興味があったとかもないですし、もともとその何かそのやりたい知財に関してやりたいってわけではなくて、どっちかっていうとちょっと広報の仕事がしたかったんですね。なのであんまりその自分としてはですね、初めあまりこう喜ばしい配属ではなくて、なんでこんな固い仕事なのみたいな、そんなところから入ったのが正直なところです。ただその私にその合う合わないっていうところを、その知財部のボスの方がですね、うまくこう見つけてくれ、自分の適性を見つけてくれたんでしょうね。意外にフィットしたんですよね。すごく仕事が面白くて、で知財の世界は当時はまだその25年前はですね、そんなにまだその世の中的に特許とか商標とか著作権とかそういったものが明るい時代ではなかったので、なんていうかもう本当に知らないことだらけで、勉強しているのか仕事をしているのかっていうのはもう分からなかったです。大学の専攻もないし、でそういう世の中的にそういう時代でもないので書籍とかセミナーとかそういうのもあまりなかったですから、だから本当にその OJT で先輩の方から教えてもらいながら仕事をするっていう感じでしたね。でただですね、自分としてはすごい意外だったんですけど、すごく面白くて、でもずっと知財の仕事を続けたいなって思ってたんです。でそう思っていたのは自分はそう思ってたんですけど、会社の業績がどんどん悪化してですね、もう最終的にはちょっと大きな会社に吸収合併されてしまったんですけれども、でそのタイミングでやっぱりこう辞めざるを得なかったり移動、余儀なくされたりとかして、で私はその当時お付き合いのあった弁理士の先生にお世話になることができたので、あんまりこう転職に関しても苦労がなかったんですけども、ただ周りのその先輩とか、上司の方とかも含めてですね、やりたい仕事を自分の意思で選べないっていう状況を見て、これはやっぱり資格がないと自分の意思っていうものがやっぱ持てない世の中なんだなというふうに思ったんですね。で特に女性、今日ね結構たまたまなんですけど女性多いんですが、そうなんですよ。やっぱり女性の先輩ほどやっぱりこう自分の意思でキャリアプランが描けないっていうのをやっぱり見てきたので、でじゃあどうしたらその自分の意思で、この職業の選択ができるかということを考えた時に、やっぱ資格だろうと、でしかもそんな中途半端な資格じゃダメだってことも分かったので、
で、まあ、思い切ってですね、弁理士資格を取ろうというふうに決意したんですね。で、私はまあ、なんかこう、すごくラッキーだったなと思うのは、自分のその会社のお付き合いがある先生って10社ぐらいとこう顧問契約とかいろいろお仕事お付き合いがあったんですね。事務所と法律事務所、特許事務所、まあ、いろんなところのお付き合いがあって、弁理士の先生も、まあ、常時弁護士弁理士合わせて10人ぐらい先生たちがいたんですけれども、その中の一人がレックで講師をされていたんです、当時。ですからその先生がやっぱりその、まあ、どういうふうに勉強したらいいのか、どれくらいで取れそうだとか、まあ、そういうこう導きをですねしてくださったので、まあ、そういう意味ではあまりこう迷いとか不安なくですねこう勉強始めることができて、で、まあ、合格して、まあ、すぐにですね、まあ、その先生の後継ぎじゃないんですけど、まあ、講師にもなっても今17年目になるかな、それぐらいなんですね、ここで。だから、まあ、講師としてもちょっともう古株になってしまっているんですけれども、まあ、なのでその初級クラスもずっとこの水道橋でやってるんですが、中上級もいろんな本校でやったりとかして、で、まあ、長くその初級からもう本当にその合格間際の中上級生まで見ているので、逆にその早く抜ける人と長く足踏みをする人の差、何が違うのかっていうことは多分どの講師よりも多分間近で見てると思うんです。で、そこを見た時に、じゃあその長く足踏みをさせないためには、まあ初級の段階ですよね、この1年目のコースでどういうことをしたらいいのか、そういうことをですね、いろいろその自分のクラスの、まあ、補助教材とか、まあ、そういうツールですよね、そういったものを使って実践しています。で、そのツールのその紹介を今日はね、ちょっと中心にやっていこうかなと思っています。で、まあ、いろいろ受験生は毎年こう傾向があってですね、私が受験生の頃はほとんど特許事務所に勤めてる方でした、周りの友達、私も含めてですけど。で、たまに、まあ、企業の勤務の方がいたりとかもしましたけど、でもその中でもあまりこの知財未経験っていうような方がですね、そのこの資格に興味を持ち、まあ、実際やろうと取ろうという方が少なかった時代だったんですね。なんですが、今はですね、もうその割合が逆転してしまって、ほぼ、まあ、未経験、その全然その知財の業界でもなく知財の仕事をしていない。で、特許事務所でも当時は、私が受験生の頃なんかは、そうですね、技術者って言えば分かります？特許の出願をするときに明細書を書く人を技術者とか、まあ、そういうふうな言い方をするんですけど、そういう人たちがほとんどだったんですね。だけど今特許事務所からまあ、こういった勉強をされる方って、まあ、特許事務だったりとか翻訳の仕事をしていたり、あるいは図面を書く人なんかもいますね、最近。だから事務所の中でも本当にいろんな職種の方が受験されるようになっているし、で、あとはもう本当に普段営業をやってますとか、銀行員ですという人もいるし、映画の会社、超有名な映画の会社にいましたとかっていう人もいますしね。だからもう本当に様々で、まあ、だからこそ逆に面白いし、まあ、私からするとそういう人たちにね、こう囲まれて勉強するの面白いんですけれども、まあ、ただね、やっぱりその違う業界だからこそ、まあ、こう受ける苦労っていうのもやっぱりあると思うんですね、悩みだったり不安だったりとか。なので、まあ、そういったことも含めて、こう月1回じゃないかな、まあ、1.5ヶ月ぐらいに1回ぐらいですけれども、フォローアップ相談会っていうのをやっていて、まあ、仕事の相談だったりとか、まあ、その将来とかキャリアプランの相談だったりとか、まあ、もちろん勉強法とかも相談乗るんですけど、まあ、そういうのをこうちょっとオープンにその悩みを共有する場っていうのを設けてまして、匿名で相談カードを出していただくんですよ。で、それを私がこうオープンにこう答えていくっていう感じの、会があるんですね。で、そうするとやっぱり昔に比べてそういう仕事の不安、わからない、その業界がわからないからこそ出てくるようなことが結構あるので、やっぱり新鮮ではあるけど、逆に本人たちは結構不安なんだなっていうのを、まあ、毎日のように最近は感じますね。
なので、まあ、皆さんが今ねどういうあのお仕事されていたりとか、もしかしたら学生さんとかかもしれませんけれども、まあいろいろなんで、あんまり自分はそのメジャーな方じゃないかもしれないとか思う必要はないですね。で、まあ、クラスとか場所によって、その本校によってちょっと特徴があってですね、水道橋本校はまず一つは女性率が高いです、うん、まあ今日も高いんですけど、あの常時だいたい3割以上は女性が受講されてます、うん、まあ私があの女性講師だっていうのもあるんでしょうね、まあ、今いろいろ不安な時代だと思うので、まあ、そういう需要があるのかなと見てるんですが、まあ、3割以上は常時女性で、弁理士業界だいたい1割2割はいないかなっていうぐらいの女性率なんで、あの他のクラスだとだいたい男塾って感じです、雰囲気は、うん、あの男臭い感じです。でもうちのクラスはそこはちょっと華やかで、あの変わってほしいと他の講師に結構言われるくらい女性率が高いですね。であとは、女性率が高いので、あとね平均年齢がちょっと低めです。この業界ってちょっと年齢高いイメージないですか、うん、あの弁理士、実際登録してる弁理士の4分の1以上65歳なんですね。65歳以上4分の1以上占めてるんですよ。あ、結構高齢化なんです、弁理士の業界って。でなんでかっていうと、これね一応あのからくりがあって、弁理士ってあの登録費が月1万5000円かかるんですね、まあ、ほぼ事務所とか会社が出してくれるんですけど、まあ、あの1万5000円ですから、まあ、毎月毎月こうかかるんで、まあ、だから18万ぐらい維持費がかかるわけですよ、年間ね。でそれがですね、30年納めるか、もしくは、ね、年齢もあったと思うんですよね、80歳以上だったかな、なんかその一定の水準を超えると納めなくなるタイミングが来るんですよ。でそれで弁理士登録がずっと維持できちゃうので、あえて抹消しないんですね、年配の方が、うん、ほっといてもいいから。お金かかるんだったら多分仕事しないのに維持する意味ないと思うんですけど、まあ一応なんかこう年いってもですね、現役でこう気分的にいられるじゃないですか、登録してると身分的にね、弁理士ですって言えるんでね。なので多分ね、あえて抹消しないからそういう比率になっちゃうんですけど、実際稼働してる弁理士はそんなに年齢高い人はそんなにいないので、まあせいぜい70代いるかなっていう感じなんですけどね。ただ研修とかになると、もう本当にあのヨボヨボでお付きの人が来ないと一人で歩けないようなおじいちゃまみたいな人が来ますね。なのでまあ結構年齢層高いイメージを持たれがちなんですけど、実際の受験生層は平均的には40代が一番多いかなっていう感じです、全体はね、うん、だけどもうちのクラスはかなり年齢層が高いので、まあいますよ、50代60代の方もいらっしゃいますけど、あんまりいらっしゃらなくて、今ちょうどこのベーシックに2022年向け、皆さんの場合2023年向けに入られることになると思うんですけど、22年向けのコースだと、うん、まあちょっとね、見た目だけでちょっと年齢わからないんですけど、年配だなと思う人お一人だけですね、今クラスの中で、うん、で、だいたいまあ20代後半から30代くらいの方が今多い感じですかね。で年齢層が低いのは、あとあの学生率が多分他のクラスよりも圧倒的に高くて、ここだと、まあ、目の前日大ですよね。であと専修大学の方はあんまりいらっしゃらないんだけど、理科大の方が結構多いので、理科大日大が多いですかね、うん、であとは、まあ、うち去年だと慶応の子がいたりとか、その前だと早稲田の子もいたかな、まあ、パラパラいろんな大学の子いらっしゃるんですけども、まあそんな感じで、大学がちょっと周りに多いっていうのもあって、こうちょっと平均年齢を下げてるっていうところはあるかもしれないですが、まあ比較的他のクラスよりかは若いかなとは思います。まあそういったちょっと特徴があるのと、であとは一般にですけど、ちょっと理系率が高いというふうには言われますね、受講生の方から。文系の方もたくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、理系の方が好まれる理由っていうのは、私は別に理系ではないんですけど、もともと法律系ではないものですから、初めて自分が受験勉強を始めた時に、法律用語だったりとか、そういうちょっと一般的な法律のその常識に結構苦しんだんですね、わからないまま入っちゃったんで、うん、で習ってた先生が法律系バリバリだったんで、まあ当たり前のように講義されるわけですよ。で私にとっては常識じゃないんだけど、もうその法律用語とかも普通に常識のもとに話し始めるので、
初めは本当ね、外国語にしか聞こえないぐらいわからない回とかもあったんですね。で、そういう経験があるんで、うちのクラスは入門講座の一番最初って全体構造っていうのがあるんですけど、あそこで一応法学基礎講座的なことをやります。法律用語の使い方とかで、一般法と、特別法っていうのが特許法とかになるんですけど、そういうものとの関係だったりとか、あるいはその憲法との関係だったりとか、そういうちょっと普段だと多分 法学部出身の方からするとね、常識なんですけど、ただ法学部出身じゃないと多分わからないの で、そこがわからないと結構ボタンの掛け違いと一緒で、わからないまま結構ねこう進んでいっちゃうので、なのでちょっとその全体構造をちょっと理系出身者の方とか法学部出身者じゃない方向けに、こう使っていくっていう形をとってるんですね。で、なのでそういうところもあるんだと思いますが、割と理系率が高いというふうに言われます。そういう特徴がクラスではありますかね。あとはそのいろいろこう使っていくものはクラスによって違うんですけど、うちのクラスで今日使っていく3つのですね、こう武器となっていくものをちょっと紹介していこうかなと思います。ではちょっとお手元のレジュメ、簡単なものなんですけど、まず一つ目ですね、三種の神器っていうふうに言われている一つ目はノート見レシピというタイトルのものになります。で、見本がですね、その後ろにちょっとくっついてるんだけど、だいぶちょっと改訂する予定なので、皆さんが今度使っていくものをちょっと見た目とかも違うかもしれませんが、一応どういう趣旨でどういうものを使っていくかっていうことをお話ししておきます。目的はですね、補助教材なんで、ベースコースをフォローするっていうことが目的になります。で、ベーシックコースのちょっとスケジュールをそこに載せてあるんですけれども、ベーシックコースはインプットの部分とアウトプットの部分をこうハイブリッドで並行していくっていうことにまず特徴がありまして、入門講座、論文基礎力完成講座、担当基礎力完成講座という3本立てで構成されるコースなんですけれども、入門講座がだいたい4ヶ月くらいかかってやるんですね。で、その中で、例えば特許法だと11コマあるんですが、2、3コマ進んだらちょっとアウトプットの演習編が挟まり、で、また2、3コマ進んだらまた演習編が挟まりみたいな感じで、こうちょっとこう行ったり来たり行ったり来たりしながらこうやるような感じになります。で、そうすることで、ちょっとインプットアウトプットすることで確実なものにしていく、分からないことをこうアウトプットであぶり出していくっていう効果があるので、これはすごいいいシステムだと思うんですね。で、ゆったりとしたペースで結構入門講座こう進んでいくんですけども、ここのベースがしっかりできているかどうかで、次のこの担当基礎力完成講座、これも担当に特化した講座なんですが、そこのいわゆる難易度というか負担がだいぶ変わってきます。点数で言うと、担当試験って何点がボーダーかって分かります？知ってますかね？60点満点だってことは知ってます？60点満点の試験で、で、担当試験は39がボーダーになるんですね。39点ボーダーです。で、この39点ボーダーのうち、どれぐらいの点数、どれぐらいの分量をこの入門講座でやるかというと、ほぼほぼボーダー付近まで入門講座の知識で賄えるくらいのものなんですよ。ですから入門でしか教えてないことでも、なんとかかんとか40点ちょっと切るぐらいの点数分ぐらいはできるので、ですからそういう意味では担当基礎力完成講座は本当に、そこをこう積み上げていくっていうことなんですけど、どっちかっていうとやっぱりその入門講座がね、しっかり消化できてるかどうかっていうことでだいたい変わってきますから、そういう意味ではその入門講座すごい大事なんですね。で、そこでこう点数をこう点数化するとそれぐらいなんですけど、実際はだからといってじゃあその満点取れるわけじゃないので、入門講座でね、39点分教えますって言って39点取れるわけじゃないから、やっぱりここで積み上げて実際は45点ぐらいですね、これ目指していきます。で、今私の受け持っている、受講生ですね、データ上、担当試験を45点で通過してくれると、その後の論文試験は合格率8割を超えてきます。だから担当試験の点数が高ければ高いほどやっぱり論文試験の通過率は高いので、
担当の受かり方って実はすごく大事なんですね。で、今の試験制度だと1回担当受かると向こう2年担当試験が免除になり論文試験だけで済むんですけども、ただですね、そうは言っても意外にその免除期間のうちに論文を通過してくるかというと意外に難しいんですよ。で、どういう人がやっぱりその受かりで、どういう人が三振ってちょっと嫌な言い方するんですけど、3回空振りするって戻ってくる人のことを三振って言うんですね。で、三振の人のほとんどは39ボーダーか40点ぐらいで担当受かってる人です。だからやっぱり点数がですね、こう高いっていうことはやっぱり論文書く材料いっぱい持ってるってことなので、なのでやっぱり受かりやすいし、担当受かった年が一番論文だから受かりやすいんです。2年3年過ぎるとやっぱりだんだん知識落ちてくるんで、担当受かった年が一番マックスなんですね、頭の中の知識は。だからその年がやっぱり一番論文受かりやすいから、あの意外に一発合格者って試験の難易度にかかわらず一定数出るんですよ。だ今年もそうなんですけど、やっぱりね、一発合格で受かる人っていうのは大体もう45点以上ですね。だから今日もちょうどね、口述試験で報告に来てた子たちいたんですけれども、まあ39や40でやっぱ受からないですね、なかなか論文は。だみんなやったら大体まあ多い子で50点以上取ってる子もいますから、一発でもね、一発でも50点以上で受かってる人いますよ。だからそういう意味でもまあデータ上もそうですけども、担当の受かり方はすごい大事だから、入門でまあそうですね、点数で言うと35点ぐらい取れる点数を取って、でプラス10から15点ぐらいを短期素で上積みしていくっていうようなイメージですかね。でそうすれば論文の通過率が8割超えますから、まあ論文の書き方、そういったものを並行してやることによって、まあ一発合格はそんなに夢ではないかなと思います。数字で見るとね、やっぱりこう厳しそうなイメージ結構皆さん持たれるんですけれども、まあでもね、それは生活スタイルだったりとか、生活スタイルっていうのはどれぐらい勉強時間取れるかってことね、そういうことによるんですよ。最終合格までに1500時間必要です。選択科目の勉強を除いて必須科目だけで、だから担当試験と必須の論文試験と、まあ口述試験ですかね。でその対策でだいたい1500時間必要になります。でそれを1年で取れるのか、まあ、2年かかるのかっていうことですね。でまあだいたいですけど、平日はやっぱり2時間ぐらいはコンスタントに勉強していただきたいし、で土曜日に講義がありますから、まあ、日曜日は5時間ぐらいは勉強してもらいたい。でそういう生活をやっぱりするってことが受験生になるっていうことなんですね。で直前期になるともちろんそうは言ってられなくて、もうちょっと勉強をこう増やさざるを得なくなってきたりとかするんで、結局まあ1500時間ぐらいかかるんですけれども、まあそれをもし1年で消化できるんであれば、1年合格はぜひ目指していただいて、現実的だと思います。今の合格者のメンツを見てもだいたいそんな感じに見えます。ですから勉強時間がやっぱり一番大事なので、自分のですね、やっぱり生活スタイルですよね。それをまず皆さんとしては見直していただいて、どこで勉強時間を取ろうかっていう感じですね。まあお仕事が例えば特許事務所なのか会社なのか、あるいは全然違うそういうお仕事なのかで、あるいは今、まあ、ちょっとコロナ禍にありますから、テレワークなのか毎日出勤してるのか、そういったことにも結構よると思うんですね。なので、まあ、どこで勉強時間を取るのが一番いいかは人によって様々ですけど、多いのは朝方の方が意外に多いです。出勤前に勉強時間を取るという方は意外に多いです。だから、まあ、例えばその出勤前にカフェで2時間勉強してから、まあ、業務に入るとか、特許事務所の方なんかはね、結構まあ早く出勤して、まあ、事務所だといろいろ教材があるじゃないですか、条文とかあるんで、だからまあその事務所が一番いいんだって言って早く行って勉強するって人もいるし、でも一昨年のね、受講生はもうね、やたら小さいお子さんを抱えてる人が多かったんですよ、実は。しかも男性陣にすごく多くてですね、今ちょうどまだアップされてるかもしれませんけど、一発合格者対談で私対談した方も30代の男性だったんですけど、
お子さん2人いらっしゃって、2歳と0歳だったかな、いらっしゃって、で奥様も働かれてたんですよね。ですからかなりそのお子さんの、そのなんかお世話とかもあったんですけど、そういう方はやっぱり子供と一緒に寝て早く起きてみたい、子供が起きてくる前に勉強してみたいなことをおっしゃってたりとかしました。なのでその生活スタイルにもよるんですけどね。で私自身はすごい夜型で、朝がすごく起きれないんですよ。で夜はいつまででも起きてるっていう感じだったので、私の場合も1時2時でも夜にやってました。だからまあちょっと人にもよるかなと思うんですけどね、どこで勉強時間とか。あと私は自分の事務所の受験生は何人か見てきてるんですけど、割と通勤時間がかかる子だった、隣の席に座ってた男性でね、結構通勤時間がかかる子だった、1時間半ぐらい片道かかる子だったんですけど、彼は往復の勉強、往復の電車の中の時間だけで担当試験クリアしてるっていう子もいましたね。でその子はもうだからずっと音声を聞いてる、電車の中でもどこでもずっと音声講義を聞いて、でその日やる分の過去問をこうバラバラにして持ってきて、まあ、電車の中でも軽くこう見えるように、普通の過去問って後ろに展示してますけど、めちゃくちゃ分厚いんですよ。 だからそんなのちょっと電車の中でこうやって立って読めないぐらいなんで、でその日の分だけちょっと分解して持ち歩くみたいな、そしたらまあちょっと目に見えて消化した感じにもしますよね、今日この分やったみたいな。だそういうなんか工夫をしながら、それだけで担当試験クリアした子もいますね。論文はね、やっぱり電車だからもうちょっと無理で、やっぱ書かないといけないから、昼休みちょっと半分なんか校正したり隣でしてましたけどね。だけど担当はね、いつ勉強してんのかなってずっと思ってたら、なんか電車の中でやってるって言って、でまあパッと受かっちゃいましたね。ですからまあ勉強っていうのは別に机に座ってだけが勉強じゃないので、特に担当対策だったら割と電車の中とか何かしながら勉強っていうのを私は結構勧めています。なのでまあお料理しながら、お風呂に入りながら、でまあ電車に乗りながら、そういう感じでちょっとインプット、こう耳から高音声データでインプットしていくっていう形を取るのも結構効率的でいいかなと思います。でそういう生活のリズムをまずこう整えてもらう、皆さんの場合は勉強する時間をどこで取ろうかなってことをまず決めていただいて、でもちろん何て言うのかな、一発でうまくはいかないです。やってみてやっぱりこの時間帯無理だわとか、いろいろ紆余曲折あると思います、長丁場なので。だそしたらもう無理が来たらまた違う方法を考えるっていう形で、いろいろ自分にとっていいものを考えたらいいので、まあそういうこう相談にももちろん乗らせていただきますから、あまり心配しないでね、いいと思うんですけれども、ただやっぱり勉強しないと受からないってことは確かだし、で弁理士資格は一生ものですから、付属で取っていく資格ではないです。弁理士資格だけで生きていく資格ですから、ですからそれだけ難しくはあります。だから自分の生活は変えません、何も我慢はできませんだとやっぱり難しいので、私も私かなりお酒飲むんですね、普段から。で受験生の時も結構そういう生活だったんですけど、やっぱりね、一切ではないんですがかなりセーブしました、そこは。我慢しました。で土曜日講義が終わって、当時神保町だったんですけど、神保町で講義が終わってから夕方、土曜日の夕方、その受講生で友達ができてたので、その友達とちょっと飲んで帰るっていうのがこうストレス解消法で、でその日だけでしたね、お酒飲むのは。基本的にはやっぱり仕事でなんかこうね、飲まなきゃいけないこと以外はもう帰って夜勉強しなきゃいけないので、飲まないで帰って、で勉強してっていう生活をやっぱりやりましたね。ですから、まあ、何かしらやっぱり我慢しなきゃいけないことは出てくると思うんですけど、まあそういうね、その負担は出てくるんだけれども、まあただそれもこれもやっぱりその一生ものの資格を得るためなので、まあ合格、何のために必要なのかとか、合格した時の自分をやっぱりこう想像しながらですね、頑張れるんじゃないかなと思います。まあ、当時ね、自分の仲の良かった受験仲間、この業界だといろんな年齢層の人と友達になるんですけど、友達って言うとちょっと失礼なぐらい偉い人だったんですけどね、某通信会社のかなり偉い人が受験仲間だったんですよ。でその方はね、10年以上勉強されていて、で私がもう1年目で始めた時にもうすでに10年選手だったので、
いろんなことを教えていただいたんですけどね。だけどもやっぱりね、正直やっぱ嫌なんですよね、そんなに長くかかるのは自分は、うん、だからそのそばにいるからこそよく分かったんですけど、やっぱすごい大変だろうなと思ってたので、いや私は早く抜けると思って頑張りましたね。がどっちがまあいいのか、なんかそのね、幸せな自分を想像して頑張るのか、こうなったら嫌だから頑張るっていうのがどっちがいいのかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、まあそういうこういろんな境遇の方とやっぱりこう勉強する中でね、まあみんな頑張ってるから頑張れるっていうところもあるので、まあ意外にそんなになんか辛くはないと思いますよ、受験生活に入ってもね。ただその勉強するのが嫌だったら辛いかもしれないけど、勉強するのは別に大丈夫ですって言うんだったら、そんなに辛くはないかな、一個ぐらいは我慢できるんじゃないかなと思いますね。でそういう感じでちょっとね、週そうですね3コマ、木曜日の夜が論文の講座が入りますね。で土曜日2コマが、まあ、入門と担当基礎力完成講座が入ってきますんで、週3コマですねペースで進んでいきます。で、まあ、約9ヶ月くらいのコースになりますんで、まあ、その間は、まあ、その講座ベースでこう勉強を進めていくって形なんですけど、共通テストがあるんですが、テキストがあるんですけど、共通のテキストだけだとやっぱりね、中上級2年目3年目の方に少しやっぱりこう知識面で衰えたりとか、劣ったりとかで、あとはやっぱりそのなんていうのかな、私の考えですけど、60点目指して60点取れないと思うんですよね、うん、で特に、まあ、担当試験ははっきりと点数出てくるんですけど、論文試験はまあ、ちょっと曖昧な試験なんですよ、採点する論文なんですけれどね。で偏差値になるんです、他の人とのこう争いになるので、自分の点数がはっきりしないんですよ、他の人の出来によって左右されるんですよね。でですから、まあ、何点を目指して何点を取るっていうことが基本できない試験なんですけれども、まあそれでもね、やっぱりこのどれくらい書いてどれくらい書けるようになったら受かるかってことは、まあ割とはっきりとしているので、なのでそういうことも考えた時に、やっぱりちょっとそのレックだと、レックの入門講座のテキストだけだとちょっとギリギリ感があるんです、私から見ると。あ、もうちょっと余裕を持ってここまで知っておいた方がいいだろうと思うことがあるので、でそれを補助教材レシピとして提供するようにしています。ですから一番最初の講座で配るんで、なんか入門講座専用のなんかこう教材みたいに捉えられがちなんですけど、そうではなくて、一番最初に配っちゃうからちょっと入門講座のタイミングになるだけで、基本的には、まあ、その後ずっと論文の講座でも担当の講座でもこう使っていくような補助教材になります。で、まあ、ちょっとだからそのテーマごとにこうちょっとまとめてあって、でこう、まあ、読み物的に書いてある部分があったりとかするんですけど、ちょっとね改訂するんで、いろいろこう書式っていうか形態変わりますが、内容的にはですね、この審査基準、これ入ってきますね。入門講座のテキストはほとんど入ってこないんですけども、試験範囲としてやっぱり知っておいた方がいい部分がありますので、そこをレシピで賄います。あと、見本の5ページのところですね、これにあるように定義趣旨集ですね、この役割も担います。論文書いていくときに定義を書いたり趣旨を書いたりする場面というのがどうしても出てくるんですね。で、これがないとじゃあどうするかっていうと、テキストを自分でまとめていくんですよ。定義、要は自分で作るんですよ、定義集とか趣旨集とかで、まあ、私が受験生のときは当然そうやって自分で作ってたんですけど、自分で作らない方がいい理由が2つあって、1つはまあ単純に時間がかかりますよね、作る時間がもったいないっていうのがあるんですけど、もう1つはやっぱりね、素人が作ることになるので、熟知してて作るわけではないですね、勉強しながら作るので、だからこう間違いが出てくるんですね。で、文章を要約する力って、本当に内容分かってないと正確な要約ってできないじゃないですか。文章を短くするのってそんな単純な作業じゃないの分かりますよね。ですから趣旨とかでもやっぱり短ければ短いほど覚えやすいから短くしたいんですけど、内容が変わらずに違法性を出さずに短くする技術って意外に難しいので、なのでちょっとね、やってもらうよりも私がやった方がいいかなっていうのがあるんですよね。
だから、まあ、こういう定義集、趣旨集を、まあ、あとこうやらなきゃいけないものが何かっていうのも分かんないからね、全部覚えちゃうわけじゃないので、必要なものだけ覚えればいいので、なので、まあ、そういうことも含めて私の方で定義集、趣旨集を提供しています。それもレシピの中の一つの役割ですね。で、あとはさっきちょっと理系の方が多いんだっていう話をしたんですけど、ベン図って分かりますかね。あのベン図を使ったりとか、あとこの右側のマトリックスの表みたいなものを使って、ちょっとその文章を体系化して整理し直すっていうことを結構やってます。これ見た感じ何のが話か分からないと思うんですけど、これって登録要件の判断表なんですね。で、これは条文と審査基準を総合するとこの表にまとめる感じになるんですけども、これあの図面があるんです。全部これ椅子って書いてあるんですけど、あの全部あのちゃんと手書きじゃない図面があって、見本なんでちょっと載せてないんですけれども、ちょっと簡単に言うとですね、例えばこれ、まあ、表の見方で全体衣装として出すときは物品の椅子なんですよね。で、部分の場合は椅子の背もたれの部分の部分衣装として出しますと。で、例えばですね、雑誌に載っているのが椅子の衣装が雑誌に載っている。で、出願しているものが、例えば部分衣装で出願していると。部分衣装ってここの部分に特徴がありますっていう、こう特徴を示しながら権利化をするっていうやり方なんですけど、この場合この出願はどういう拒絶類が来るかっていうことは、これで言うと全体と部分のここなんですね。この図で、この図面で言うと。で、しかも高知なんで3条1項2項のこの検討するんですけど、部分衣装の場合は、まあ、あの、いろんな要素、4つの要素を考慮しながらやらなきゃいけないんですが、まあ、これ結論言っちゃうと3条1項で拒絶っていうことになるんですね。だからこれ3条1項ありになってますよね。ありっていうのは拒絶類がありっていうことなんですけど、でそういうこうちょっと図面と合わせれば分かるんですが、これちょっとこういうあの審査基準をまとめたものなんです。で、条文からはちょっと残念ながら分からないんですよ。この登録要件の判断、条文だけではこれが分からない、この判断が効かないんですよね。で、審査基準を合体して初めて、まあ、登録要件の判断ができるんだけど、残念ながら衣装法では普通に出てくるんです。条文だけではあの分からないよっていうものも普通に常識みたいにも出してくるんですね、試験は。ですからこの辺がやっぱり完璧にできるようにならないと、まずまあ担当で出た時は1点2点落としますが、論文だともう4つの論点ぐらいしか出ないので、その中でもうこれができないとやっぱほぼ不合格 の可能性が高いですよね。ですから実はすごく単純な表に見えるんですけど大事な表で、まあ、こういったものも使いながら登録要件の判断をします。で、これを全部文章でやるとなると、やっぱりね、理系の方アレルギーなんですよね。なかなかその文章だけでは嫌がる。だからこういうちょっと表とか図面を使いながら説明をするっていうことをやっていますね。そうすることで、まあ、ちょっと理解も深くできるんじゃないかなというところです、うん。で、入門講座ではそのレシピを入門講座用として、まあ、今のところの見本みたいなものを使い、で、論文基礎力完成講座用 のレシピというか、今回はあの、まあ、補助問題というタイトルをつけてますけど、ワークブックっていうのがありまして、いわゆる練習問題集ですかね。それもあのレシピの一つなんですけども、補助教材として使っていきます。で、ちょっとここ私落書きしちゃったんであれなんですけど、論文基礎力完成講座の目的は知識の整理と論文の書き方を学ぶって書いてますよね。で、この試験の論文って皆さんが今までこう書いてきたような論文と多分違うんですね、だいぶ。で、何が違うかっていうと、答えありきの論文なんですよ、うん。だからこう自分が思うこととか自分の考えを書くんではなくて、答えを求められている答えを書くだけなんですね。だからこうどうなりますかって言われても答えがあるんですよ。で、その答えを合わせなきゃいけないし、しかもその答えにたどり着くまでのそのプロセスを説明せよみたいな問題なんですよ、結局ね、求められているものが。で、かつ書き方がある程度決まってるんで、ビジネス文書に近い感じかな。フォーマットがあって、結局
特許を取るための出願書類もそうなんですね。明細書も大体書かなきゃいけないことは決まっているので、それも同じなんですけれども、この弁理士試験で出される論文も、もうある程度答えがあって、でそこに導くためのプロセスを説明するんだけど、その説明の仕方、書き方にもある程度形というものがあるんですね。ですから自分の自由度が逆に言うとあんまりない分、決まった形さえ身につければ簡単に書けるようになるんですよ。だからよく理系の方は文章が苦手だとかね、好きじゃないとかって論文にすごく不安を持たれる方多いんですけど、まあ関係ないですね。文章の上手い下手は全然関係ない。で、一つね、説得力のある例を出すと、今年の一発合格者の中に某外国の方、ちょっと国を言うと、あまり多くないので特定されてしまったらちょっとあれですか、ちょっとズームもあるんでね、ちょっと控えますけど、日本とかなり友好関係にある小さな国の方が受講生にいらっしゃったんですよ、うん、で話せば日本語もちろん私の講義が分かるぐらいですから、日本語堪能なんですよ。でも明らかに外国人ですよねっていうぐらいです。だからその分からないぐらいの流暢さではないです、うん、喋ってみれば外国人の方ですよねっていうぐらいの流暢さです。でその方が一発で必須の論文まで受かったんですよ。選択は免除だったみたいなので、選択科目は受けてないと思うんですけど、うん、外国人の方ですら一発で行くぐらいの文章力でいいってことなんですよ、うん、でしかもそんな日本で生まれ育った外国人ではなくて、最近日本で来日されてお仕事の関係だと思うんですけど、多分そんなに長くないと思います。会話してても明らかに外国人的な感じなので、うん、で、ご本人にね、よく論文受かりましたねって言ったんですよね。今までも外国人の方結構いらっしゃったんですけど、結構多いパターンは担当は受かるんですけど論文受からなくて三振で戻ってきても辞めるっていうパターン結構いらっしゃいます。うん、でやっぱり何がネックになるかっていうと、やっぱり論文の文章のところがネックになるんですけど、その方はですね、その一発で受かられた方はやっぱりその記載量は少ないんですけれども、間違わないってことを結構徹底されてたようなんですね。その答えはまず間違わない、答え求められてるからその答えは間違わない。であとはその書き方として何を説明しなきゃいけないかっていうことをちゃんと形としてやっぱり体現されていたので、論文一発で行ったんですよね。ですから、それを聞いてね、受講生にそれを言うと、なんか私日本人なのに恥ずかしいですとか言ってる人がいたんですけど、やっぱりこの試験の論文で何が求められてるかってことはやっぱりはっきりとしてて、文章力じゃないってことなんですよね。多少文章が下手でも拙くてもそんなことじゃなくて、何が書かれてるかの方が大事。いつも言ってるんですけど、どう書くのかじゃなくて何を書くのかの方が圧倒的に大事だよと。あと中に入ってる情報量の差でここはもう勝負が決まるから、間違ったことを書かない、でその答えに導くためのプロセスを、要件を使って、条文の要件を使って説明する、それができればこの試験の論文はそんなに難しくないんですね。ですからそこに書かれている情報量の問題、何を書くのかが大事っていうところが、要は担当試験の力に直結してくるので、担当の受かり方が大事、ギリギリぐらいじゃやっぱり受からないんですね。だからしっかりやっぱりそのインプットをしていただくってことも大事なんですけど、やっぱりその書き方があるんで、早い段階から、入門講座の途中ですよね、7月ぐらいになりますかね、7月の中旬ぐらい例年であれば論基礎の開講になるんですけど、そこぐらいからこう週1回論文の書き方を学んでいくってことをやっています。でその上でですね、この補助問題集ワークブックを使っていただくんですけれども、練習問題1って非常に短い問題文になってますよね。でワークブックは名前の通りワークブックなんで事例問題集なんですね。で入門講座の中でもテキストの中に事例問題はちょこちょこちょこってこう挟み込まれてあって、書く機会は確かにあるんですが、私は入門講座のこの1年目のコースと並行して中上級のコースも担当しているんです。土曜日が初級の皆さんのベーシックで、日曜日に2年目以降の方の中上級コースも担当してるんですね。でその中で午前が担当、午後が論文でやっているんですけど、
やっぱりですね、その論文っていうのはある程度場数を踏まないと書けるようにならないっていうことはやっぱりあってですね、理屈でこう書きましょう、こう書きましょうっていうふうにこうインプットで言われても、じゃあ実際、じゃあ用意どんで書いてくださいって言った時に、じゃあ初めから書ける人なんていないんですよね。ですから私よく例えば自転車の乗り方と一緒で、自転車どう乗りますっていうこともある程度こう理屈として説明されて分かったと思っても、じゃあ実際よいどんで乗った時に一発で乗れる人少ないと思うんですよ。ちょっとずつやっぱりこう補助輪をつけて、でそれをまあ慣れたらこう外して、で後ろでちょっと持ってもらって、でちょっとずつこう外してみたいな感じで段階的に乗れるようになりますよね。でその中で例えば転げたりとかしながらやっぱりこう学んでいくじゃないですか。でそれとやっぱり論文は同じで、座学でいくらこうやりましょう、こう書きましょうって言ったって、自分でやっぱり書いてみて初めて分かることもあるから、いっぱい練習してもらいたいんですね。でしかも自分のレベルに合った問題で練習することが実はすごく大事なんです。なので私のこの問題集は特徴があって、だんだん難しい問題になるように並べてます、問題集。でこれ練習問題1が、これすごくシンプルな問題なんですね、実は。すごいシンプルな問題で、で次の練習問題にはちょっとだけ論点を付加しているような問題なんです。少しだけちょっと論点をですね多めにしたような問題なんです。で、練習問題3、4っていう形で、だんだん複雑になるような感じに並べてあるので、最後までいくと、本試験の過去問ぐらいの問題の難易度になるようになってる。で、そういう形で、こう、エクササイズをしてほしいんですね。で、そういうワークブックも、使っていきます。だから、自宅学習を、やっぱり、いかに、こう、充実させるかってことが、私の、やっぱり、勉強の方針で、1500時間ってさっき言いましたけど、じゃあコースで消化できる時間ってどれくらいだと思います？皆さんが毎週こう、3コマペースでこう通ってこられて、でここに行って過ごす時間って300時間ぐらいなんですよ。つまり1200時間ぐらいは自宅学習で復習しなきゃいけないんです。でそうするといくら300時間のところが充実していても、当然自宅に帰って勉強法が間違っていたり、うまく勉強時間が過ごせないと、当然結果出てこないんで、なのでそこまでやっぱりプロデュースするってことが私の、方針なんですね。ですからお家に帰ってやっていただきたい問題集だったりとか、でこれがないと、じゃあね、受験生の方どうするかっていうと、いきなり過去問やりだすんですよ。ないから事例問題集って売ってないんですね、その辺の本屋さんで。だから仕方ないんで過去問やりだすんですよ。でも当然難易度合わないでしょ、自分の今の実力と。だ無理があるんで、やっぱりね、実力つかないんですよね、難しいものいきなりやっても。だからこう何年も何年もかかるってことになってくるので、無理なくこうレベルアップするための問題集を使っていただいてます。で2つ目のアイテム次に紹介すると、 N プロジェクトシートっていうものですね。でこれは2つ目的があって、条文の読み込みを正しく行うということと、過去問依存症から脱却するってことなんですね。でちょっとなんかゾッとするようなシートに見えると思うんですが、これ28条から出発してますけどね、これ特実2って書いてるからなんで、特実1は1から27までの、シートになっていて、全条文4法に関しては全条文が掲載されてます、どの法域も。で目的にあるようにですね、条文の読み込みっていうものに使うんですけど、他の資格試験とか受けられたことありますかね？大きなものじゃなくてもいいんですけど、英検とかでもいいですね、検定試験とかでもいいんですけど、多分過去問ってやると思うんですよね、どんな試験でもね。でレックは過去問でも他の試験集で、例えば宅建とか行政書士とかだと「出る順」っていうタイトルの過去問集出してるんですよ。でそれは何でかっていうと、まさしく過去問からたくさん出るんで、その出る順に並び替えてるんですね。で品質の高いものがやっぱりあって、でそれも毎年のように出るんで、そこから点数取っていきましょうって方針は間違ってないんです。でも私も行政書士と持ってるんで分かるんですけど、確かにね、そのまんま出るんですよ、結構過去問から。やったらやった分だけ点数になることは確かにね、体感できるんですね。
じゃあ弁理士試験ってこれ60問ですが、1つの問題に5枝入ってるんで、だいたい平均的にだから300枝解くんですけど、300枝のうちこれ過去問から作ったよねって、過去問そのものだよねってものって 何枝何問あるかっていうと、わずか 2,3 問なんですよ、だから過去問をやったからといって、過去問が解けるようになったからといって、じゃあそのほぼ新作の問題に対して対応できるかって、できないの弁理士の場合は、だほぼ新作でやってきます。毎年毎年よく作るなっていうぐらいほぼ新作でやってきます。でしかも 95% 300枝のうちほぼ 95% がほぼと言っていいと思うんですけど、条文からの出題なので、判例とか基本書って学者さんたちが書いたような本からほとんど出ないです、だから条文がすごく大事なんですね。だけども結構ね、他の試験集を受けたことがある人ほど過去問から入り、過去問を解きまくるんですよ。で問題が解けるようになるとやっぱ気持ちいいんで、やった気になるんですね。で、どん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 そのいわゆる過去問依存症って私呼んでるんですけど、過去問に依存して過去問中心に勉強し始める。でもまず受からないです、それだと。まず受からない。で受かったと、運がよく受かったとしてもボーダー付近です。全然点数にならないんですよ、それだと論文は受からないので。ですからちゃんと地道に、だいたいこの条文だとどこが出るって決まってるんだから、そのどの部分を条文で読んでいきましょうってことの、いわゆるこれ指示シートです。28条って特許証なんですけど、誰がって特許庁長官がっていうのが大事ってことになると、主語に丸がついている。でどんな場合に特許証が交付されるのね、例えば訂正があった時とかもあるんですけれども、例えば設定登録に至った時とか、そういうタイミングがあるんですね。それから括弧4って書いてあるのは4つありますよってこと、でそういう条文の中でどの部分を読み込んだら点数になるのってことの指示シートがこの N プロジェクトシートです。でこれ当然何回も改正がそれからね、この何年かの間にあったんで改定してるんですけど、初め作る時は確かにすごい大変だったんですが、ただやっぱりこれに沿ってやっていくと外さないですから、一回ねこれをやってしまったらそんな大したことではなくなってくるんですね。で覚えたらこの鉛筆でここにこうチェックをこう入れていくような感じで使ったらいいと思う。後ろに受講師が実際使ったものをファイリングしたものがあるので、後で見てもらったらいいですけど、こうやって覚えたものをこうやってチェック入れていくんですよね。でそしたらこう目に見えて、もう覚えてないものがだんだんなくなってくるので、モチベーションにもなりますからね。だからそういうふうな使い方をしてもらうのが一番いいかなと思うんですが、これを使ってやることによって、その漏れなくその出るところをきちんと読み込んでいくって作業ができるようになります。でそうすることで無駄に全部覚えることもないので、条文全部覚えようってする人もいるんです、中には、無理ですよ。特許法だけで204条までありますから、無理ですよ、そんな全部覚えようなんてね。だから出るところをちゃんとポイントを押さえて覚えていくってことの指示シートなんで、これに沿ってやっていくことでですね、そのちゃんと出題傾向に沿った勉強ができるっていうことがメリットかなと思ってます、だからそんなね、判例からなんてほとんど今出てないのに判例ばっかりやったっていけないし、でもう今更基本書から出るような時代でもないのに基本書読んだって点数ならないわけですよ。でましてや過去問から300分の2,3で、やる価値があるかって、そんな価値ないですよね。ですからちゃんとやっぱりその試験傾向に沿った勉強をしていくってことは大事かなと思います。で皆さんの、周りにも多分合格者の方っていらっしゃる、環境の方いらっしゃると思うんですけど、2,3 年経てば別試験だっていうぐらい傾向変わります、この試験は。だから今私はもう自分が合格した時のもう全然自分がやってたことと違うことを教えてますよ。私が勉強してた頃なんてもうほとんど過去問の解題だったんで、当然その過去問の勉強めっちゃやってました、すごいやってました。で論文だって当時は趣旨が問われるとかあんまなかったんですよ。ほとんど措置問題って言われるもので対策割と楽だったんですよね、私が受験生の頃って、だけど今はそうじゃないんで、趣旨が出たりとか論文ではするんですよ。だからやっぱり趣旨対策もしてもらわなきゃいけないんですよね。だからその時代によってやっぱりやっていくことが違ってくるので、
5年前の合格者の話は、右から左に流した方がいいですね。3年でも怪しいぐらいです、今はね。ですから、まあ今年の合格者ぐらいだったら参考になるかもしれないけれども、もう本当にそれだけ目まぐるしく変わるような試験なので、まあ、そこもちょっとね、考えていただいたらいいかな。周りのだから古い受験者は多分ね、過去問やろうって言うんですよ。言うんですけど、もう時代が違うんですよね。だから現役の受験生だったら多分言わないと思いますから、まあそういうところもちょっと気をつけていただいて。で、アイテムの3つ目がスケジュール表ですね。まあ私のクラスに入ってくる人は結構これ目当てでリピーターの方多いんですけれども、さっき言ったように1500時間のうち300時間ぐらいしか講義では消化しません。ということは、それをどう家で復習するか、どれくらいの量を何を使ってやるのかということが結構大事になります。で、まあそれをですね、私の方でプロデュースするっていうのがこのスケジュール表で、1週間に1枚のペースで配布しています。で、クラスの状態とかによってちょっと量を調整してるので、毎年ちょっと内容違ったりするんですけれども、例えばですね、去年の方は学生がすごい多かったんですよ。だからなんか成人式の話とか教室やってるんですよね。なんか前撮りしに行くから先生来週休みますか、そんな話があったりとかして。で、学生の子はまあ何て言うんですかね、明るくていいんですけどちょっとのんきなんですよね、すごく。で、なのでちょっとお尻叩くためにちょっと厳しめのスケジュール出したりとかやってた時もあったりして、で今年の人は今度逆にですね、ものすごい真面目なんですよ。今の22向けの人たちは今ちょうど今日夕方まで講義をしてたんですけど、ものすごい真面目で、社会人の方が多いんですけど、まあ30代40代ぐらいが中心ですかね。で、なんていうか、私が予想してる反応以上の反応が来るので、例えば過去問3年分っていう宿題を出したとしても、なんかこう、それをなんていうんですかね、3年やらなきゃいけないのじゃなくて、もう3年でいいんですかみたいな、すごく深刻に捉えるんですよね、全てが。だから逆にあんまりこうきついことが言えないんですね、今のクラスは。去年はもう今のクラスだと2人ぐらいしか受かんないよってはっきり言ってたんですよ、クラスの方バンバン言ってたの。今のこのメンバーだと私が受かると思ってるの2人だけだよとか言ってたんですよ。でも今の人にそれ言ったら多分1週間ぐらい寝込むんです、みんな。それぐらいもうちょっと深刻に捉えられがちなので、大丈夫だよと、もうちょっとね気楽に行こうって、もう毎回のように言ってるぐらいなんです。クラスによってちょっと違うんで、スケジュールの量とかもちょっと調整をしてるから、これも本当に参考までなんですけれども、まあ大体2時間から2.5時間ぐらいですかね、勉強量としては。それぐらいの指示シートになってます。過去問まで何年からやるかっていうことをやってるんですけど、大体それでもですね、過去問をスケジュール通りにやっていただくと、3年から5年分をかける3回ぐらいを回す計算になりますんで、まあそれで十分ですね、過去問を消化する量としては。で、そういう感じで、あとスケジュールは何からやって、どの時期にどういう勉強をしとくのかって、何法を今の時期にやっとけばいいのかってことのノウハウもありますから、例えばですね、今日講義が商標法が終わったんですね。特許実用試験、意匠商標の順番で、で商標法が終わったので、来週から条約っていうのに入るんですよ。で、特実いい章までは上四法といって、これも口述試験まで引っ張る科目なんですね。で、来週から始まる条約不正競争防止法、著作権法というのは下三法と呼んでいて、これも単独試験だけなんですよ。当然どっちが大事かって分かりますよね。ですから来週の条約に入ったタイミングでもう一回特許の復習をスケジュールに入れていくんですね。で、そういう形でちょっとこううまく並行させながら、4法と下3法、上4法と下3法のこの勉強の量とかも調整するってこともスケジュールに入っているので、皆さんはあんまり余計なことを考えずにこの通りにやっていただければ、必要なアウトプットとインプットはできるようになってますから、まあ、それをうまくこうね、時間を作りながらやっていくってことに注力していただければ大丈夫かなと思います。で、2時間って今言いましたけど、その
16ページにちょっと書いてありますけどね、細切れの時間を利用していただければいいので、例えば10分取れると、どっかで10分取れるんだったら条文2、3条文は読み込めますし、で10分取れるんだったら過去問の10枝ぐらいは解けるんですよね。ですからそういう細切れの時間をうまく使いながら、机に座ってない勉強を含めて、まあ、2時間ぐらいですね、こう確保していただければですね、うまくスケジュールについてくることができるかなと思います。で、まあ、それでもね、やっぱり社会人の方がほとんどなので、まあ、学生の方も学校の試験があってできないとか言ってくるんですけど、まあそれでもね、やっぱりなんだかんだ2週間ぐらいのズレが出てくることはあります。でそしたら相談していただいて、で私の方でちょっと、まあじゃあこれは今週はやめとこうみたいな、ちょっとこうカスタマイズしながら調整をしながらねやっていきますので、まあうまくですね、この調整をかけながらついてきていただければ間に合うかなと思います。で大事なのは、その括弧1に書いてるように知識のピークを本試験に合わせることです。で本試験で失敗する原因の多くは間に合わなかったなんですね。自分ペースでやって本試験の日までにやろうと思ってたことを全部やりきらずに本試験の日を迎えてしまったってことがほとんどです。でそれがないようにすることがやっぱり成功の一番大事なことなので、まあ、それを踏まえてのスケジュールになりますので、まあ、うまくこれを使いながら皆さん合格に導いてね、いきたいなと思っています。はい、では、そろそろですね、お時間になりましたので、私の方はこれで、お話を終えたいと思います。で、これからこの後ですね、まあ、もし何かこう個別にお話ししたいとか相談したいということがあれば、順番にご案内していただけると思いますので、個別相談ですね、使っていただければと思います。はい、では今日すごい寒いですよね、外ね。ズームの方結構多いっていうふうに聞いていて、教室ゼロじゃないかっていうふうにちょっと思ってたりしてたんですけれども、まあ、結構来ていただいていて本当にありがとうございます。で開講日がまだ先なんですけど、今日冒頭で言ったようにもう先取り受講で始めてられてる方いらっしゃいますし、まあ、1500時間をですね、まあ、消化するには早く始めた方が当然有利ですので、まあ、しっかり早く始めていただいた方がいいかなと思います。でレックは時間が経てば経つほど料金も高くなるんですね。なんか早く申し込んでいただいた方がなんか安いんですよ。だから洋服とかそういうバーゲンみたいな時期は来ないので、早く始めていただいた方が合格率も高いしいいかなというふうに思います。なのでまあ、皆さんとねちょっと開講日にまたっていう感じではなくて、できればちょっと早くに始めていただいて、開講日にはそうですね、もう4歩ある程度聞きましたと、2回目ですっていうぐらいの方がうまく消化できるかと思います。はい、では今日はこれで以上となります。皆さんお疲れ様でした。